クロアド風の集会クロアド風はフランスで戦艦機に活動した右翼団体。第三共和制の無秩序な議会政治を廃止し、労働、家庭、国について伝統的な価値観を尊ぶ独裁主義体制の確立を目指した。クロアド風の名称は団員たちが戦場で先行賞を授けられたからということに由来し、日本では火の十字団と呼ばれる。 当時の左翼からは、最も恐るべきファシズム団体と呼ばれたが、思想は恩恵保守的で、過激な主張は見られず他の右翼とは敵対関係にあった。機関士はフランボー。1927年にモーリス・ダルトワが、第一次世界大戦の退役軍人のための総合、扶助機関として創設。創設にあたっては、コースことフランソワ・コッティの資金援助があり、 本部もコティの所有するフィガロ紙の本部に置かれた。次第に一般の在京軍人にも加入者が相次ぎ右翼政治団体としての色彩を濃くした。1931年にフランスはドラロックが指導権を握るとさらに武装団体としての思考を強め、1934年には団員10万人以上を抱えるようになった。徹底した規律と行き届いた装備を持ち、 同じ右翼団体のアクションフランセーズなどが伸び悩む中で多くの支持者を集めた。だが、スタビスキー事件の事後処理をめぐって右翼団体の暴動であともう少しで第三共和制転覆に成功しようとするときに団員にデモや暴動の参加を禁じて結果として共和制の存続を許してしまうなど思想面では曖昧なところがあった。1936年に 人民戦線が政権を握ると解散に追い込まれるが、ラロックは自らの組織を政党フランス社会党に衣替えして、武力による政府転覆を否定して、議会政治の中に入って活動し、民族主義、反響を主張した。第二次世界大戦でのナチスドイツによるフランス占領下では、ペタン元帥を規律正しく支持するとして、同盟をフランス社会進歩に変更した。 さらに1941年8月、党は退役軍人組織であるフランス戦士団に合流した。党員の中には、ジャン・イバルネガレイや、ポール・クレーセル、フェリックス・オリビエ・マルタンらのように、ビシー政権に入閣した者もいる。しかし、ラロック自身は官職に任じられ、実権を求めて運動した者の無視された。ドイツに公然と抵抗しなかったが、やがて同志の多くが、 レジスタンス運動に参加。ラロックも連合国のスパイ容疑で1943年に逮捕されてドイツに連行された。このため、ジャック・ノベクールのようにラロックを共和主義者、第五共和制の先駆者として擁護する者も,もいる。なお後の第21代フランス大統領となったフランソワ・ミッテランもクロアド風に参加していたと言われる。終戦後、フランス社会党は 再結成を禁じられ、間もなく、ラロックは病死した。1961年にドゴール大統領によって、ラロックの正式な名誉回復が行われた。ありがとうございます。